ない普通のホームランを取ったからといって、サインがもらえることはありません。記念ボール100号とか、初ホームランとかの場合は、こちらから言わなくても、係員がやってきて、記念ボールなので、選手にあげてもらえませんかと頼まれます。あげないなんて言ったら、周りの人から何言われるかわからないので、笑み、普通はあげることになります。その代わり、サイン入りの帽子とか、手袋とか、何かいいものがもらえます。これまた、何もあげないと、今度は、選手が何言われるかわからないので、100% 何かもらえます。では、どうぞ。東京ドームで行われた開幕戦で球拾いをする米国人のビデオが話題になっていました。ホームランボールを集めるのが趣味の米国人が日本にまでやってきたもので、イチローのホームランをキャッチしたものの、警備員に没収されてしまったようです。そんな歴史的にも貴重な映像に、米国人からは絶賛の声が寄せられていました。イチローのホームランボールを取った人がいるけど、返さないといけない。写真撮影のための時間を警備員にお願いしてるファンもいる。がっかりな光景だ。日本はいろいろな面で優れてるのに、ファンがボールをもらえることに関しては遅れてるよ。GoProで撮影しながらイチローのホームランボールをキャッチできたのが最高だけどね。7回初めにボー・テイラーからボールを受け取った。3アウトの2、マット・チャップマンが投げたボールを取った。どっちも記念ボール。一つは去年ので、もう、一つは、この開幕戦のもの。ホームランが5本あったけど、全く取れなかった。すげえ楽しかった。日本人はわかってるね。野球に熱狂してるのが大好き。ホームランが取りやすい場所なんてのはわかりません。どこに飛んでくるのかなんで、わかりませんから。